川端です。よろしくお願いします。今回は高知学芸高校の問題となります。不等式ホニャララを満たす整数 X が2と3だけであるとき、K の値の範囲を求めなさいという問題です。この問題なんですけれども、非常によく間違えます。これはですね、正確に言うと、高校範囲の問題となります。まあ、不等式になっていますので。で、これ、高校1年生の例えば定期試験に、例えばこの問題出すとですね、もう結構間違えるんですね。これ、解説なしにこれ解かせるとですね、本当に全然できないなと、そういうね、問題です。ではね、早速解説していきたいと思うんですけども、まずね、不等式考えて、1より大きくて、k たす2より小さい。まあ、k たす2がどこかあると。で、これを満たす整数 x が2と3だけと言ってるので、2と3があってね、4があって。そうすると、2と3だけなので、この k たす2、この右端がですね、例えば4を超えてしまったら、2と3と4になってしまいますよね。なので、2と3だけっていうことだから、こういうイメージですね。ここに k たす2が来れば、まあ、このような状況だと、2と3だけになるわけですね。この範囲を満たす、x は2と3だけ。ってことは、この k たす2なんですけれども、3と4の間にあることはわかりますよね。まあ3から4の間にある。で、ここでですね、重要になってくるのがですね、イコール入れる、入れない問題なんですよ。これね、非常に重要です。この不等式でイコール入れる、入れない問題。今回はですね、じゃあ、ここにイコールが入るのか、こっちにイコールが入るのか、というところをね、しっかり悩んでほしいんですけども、じゃあ、どうやって考えればいいかっていうと、これ、イコールが入る場合はですね、イコールが入る場合は、k たす2が3になるとですね。なので、ここに k たす2に3を入れてみればわかるんですよ。これ入れてみると、k たす2に3入れます。と、これを満たす x って、これ2だけですよね。これ3入りませんよね。入りませんね。ってことは、これ、k たす2イコール3としてはまずいんです。だから、ここにイコールは入らないんですね。ここはイコール入りません。で、じゃあ、k たす2が4になっていいかってことなんですけど、ここが4ってことは、1小なり、x 小なり4ですね。なので、これを満たす x っていうのは1より大きくて4より小さいんだから、整数 x は2と3だけになってますよね。つまり、これ4になってもいいわけですね。4になって。ここね、4になってもいい。これ 4.1 とかだったら4入っちゃいますけど、でここは4イコール入ってないから、でここイコール入ってないけど、こっちは、この k たす2は4になっていいわけですね。k たす2は4になっていいわけですから、だからここにはイコールが入るよということですね。もう一度言いますが、ここね、k たす2が3。だったらここに3入れてみて、これを満たすかどうか満たしません。だから3はイコールつかない。でもこっちは先ほど説明したようにイコールつくということになります。したがって、あとはですね、両辺2引いて、辺辺2引いて、3引く2で1、小なり k、小なりイコール4引く2で2と。なので答えが1より大きくて2かということになります。ということで、これ本当によく間違うんですね。ちょっと勘違いしてしまうんですよね。この k たす2の値が3になっていいので。なので、なっちゃいけないですね。ごめんなさい。k たす2の値が3になってしまってはダメなので、だからこう3はイコール入らないってことですね。で、こっちはイコール入ってますね。ということで、なんか、あたかもですね、まあ、ここ4を入れてしまうと、4入っちゃうんじゃないかってね、思われるんですけど、そもそも、こっちにイコールついてないですかね。だから、ここが4になってもいいんですね。そこが結構勘違いしやすいね、問題かなということで、これね、本当に、習いたて、不等式習いたての高校生にやらせると、まあ、間違える問題なのでですね、ぜひ気をつけていただけたらなというふうに思います。まあ、そもそもこれイコール入ってたのに、ここにイコールが出てくるっていうのもね、ちょっと難しく感じられるところかなと。なんか暗記してるとね、解けないような問題かなというふうに思います。
こちらに書いてありますからね、数学ナイトキャンプということで、私自身初めてのですね、企画ですね、イベントですので、まあ、中学校1年生から高校1年生っていう縛りはあるんですけれども、ぜひですね、数学の問題をひたすら解こうという、会なので、必ずですね、本当に1日、まあ一応3日間ありますけども、1日だけ参加することも可能です。もう、1日に、例えばね、4時間ですね、数学をずっとやり続ける経験って多分ね、そうないと思うんですよね。ですので、まあ、ぜひですね、そういう限界を突破していただけたらなというふうに思います。今回のね、この数学ナイトキャンプの特徴としてはですね、私がですね、ちょっと一人一人ですね、事前にヒアリングして、こういう問題を解きたいとか、こういう問題が苦手だとか言ったら、そのプリントを作ります。本当にね、一人一人聞いて作ります。で、それをですね、解いてもらって、わからなかったところをちょっと個別に一人一人見ていくと。まあ私以外にもですね、ちょっと、昔の教え子を呼んでですね、ちょっと数学を教えられる人を呼んでやりたいと思ってますのでですね、まだ、応募する枠がまだありますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、インスタの DM、もしくは、旧 TwitterX の DM、もしくは私のホームページで、入っていただいて、そちらの方の LINE の友達追加していただいて、一声かけていただければというふうに思います。以上で解説しております。では。